桜坂46の竹本結衣が、アーティストの西川貴教がパーソナリティを担当する10月1日放送の、西川貴教のオールナイトニッポンプレミアム、日本放送、夜7時、生放送にゲスト出演することが決定した。1967年の放送開始から55年に、渡り、才能豊かな数々のパーソナリティを見出し、常に、時代の最先端を見つめ、新しい才能や、新しい文化を、ラジオから発信してきた、深夜の解放区、オールナイトニッポン。そんな、深夜ラジオの代名詞、オールナイトニッポン、アンが55周年を迎えたことを記念して、毎週週替わりのパーソナリティが担当する、日本放送、オールナイトニッポンプレミアムが、10月1日より、スタートする。記念すべき初回を担当するのは、1997年から2005年9月にかけて、オールナイトニッポンのパーソナリティを担当した西川。この度、ゲストに、土屋礼央、竹本が出演する。西川が主催する滋賀県最大の音楽フェス、稲妻ロックフェスで、今年、桜坂46は、ライジンステージに登場。土屋は、会場で出演アーティストを招いた、スピンオフ特番の MC を担当しており、フェスの裏話なども語られる。